11月26日、静岡市清水区の清水マリンビルで、マオイパークの開所式が開催されました。マオイパークは、海洋産業の振興と海洋環境の保全を両立するブルーエコノミーの世界的な拠点形成を目指すマオイプロジェクトの中核拠点となる施設です。川勝知事は、これは科学技術また産業、こうしたものと密接に結びつけて発足するということでございます。美しく豊かな静岡の海を実はここから世界の海につなぐという、そのためのこの研究機関ということでございますと挨拶。続いて県と県立大学とでこのプロジェクトにおける共同研究、人材育成などの連携協力に関する協定を締結しました。マオイパークは先端テクノロジーと自然の融合を表現したエントランス、微生物の分離培養や遺伝子などの情報を解析する共同ラボ、そして施設利用者の研究事務作業スペースなどで構成されています。駿河湾などの環境や生物の多様性に恵まれた豊かな海を有する本県、海洋資源を活用した多彩な産業の創出と振興が期待されます。